エディ・レッド・メインはイギリスの俳優、イングランド・ロンドン出身、父・リチャードは銀行の頭取、兄がおり、チャールズは起業家、ジェームズは銀行の重役である、英国一の名門である、イートン校で学ぶ、ケンブリッジ校、ウィリアム王子と同級生であった、その後ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジに入学、美術史を専攻。 色盲にもかかわらず、現代芸術家のイブ・クラインが作り出したインターナショナル・クライン・ブルーについての論文を執筆し、2003年に優秀な成績で卒業した。2002年にシェイクスピア・ズ・グローブで開催された劇1ニ夜の主人公、ビオラ役でプロデビュー。2005年、エドワード・オールビー作の劇、ヤギ、それって、もしかして、シルビアに出演し、 劇の新人賞を受賞。2008年にはバーバリーのモデルを務めた。モデル、女優のカーラデルビーニュとも雑誌で共演。2009年のジョン・ローガンによる舞台、デッドでローレンス・オリビエ賞女演男優賞とトニー賞を受賞。2012年には名作ミュージカルを映画化したレ・ミゼラブルにマリウス役で出演した。2011年2013年9月、イギリス版。 GQ 氏の GQ メン・ n of the y 2013レミー・マルタンブレイクスルー賞2015年と2016年に AGQ 読者が選ぶ男性ベストドレッサー賞を受賞2014年映画教育支援事業の一つであり世界で最も大きな若者のための映画祭を開催するイントフィルムにマイケル・シーンとマイティ・ソウ シンデレラの監督として知られるケネス・ブラナーと共にイギリス大使に就任した。レッドメインはイングランド代表として引き受けた。2015年2月22日に物理学者のスティーブン・ホーキングを演じた博士と彼女のセオリーで初のアカデミー主演団優勝を受賞したほか、同作品でゴールデングローブ賞主演団優勝、英国アカデミー賞主演団優勝。 全米映画俳優組合賞等数々の賞を受賞した。ホーキング本人は、この描写にとても心を打たれ、ところどころまるで自分を見ているようだったとコメントした。しかし、その翌年には、リリーのすべてでアカデミー主演男優賞にノミネートされる一方、ジュピターで第36回ゴールデンラズベリー賞の最低助演男優賞を受賞した。2016年、大英帝国勲章。 OBE を受賞。2016年からファンタスティック・ピーストシリーズに主人公、ニュート・スキャマンナー役で主演している。ちなみに、ハリー・ポッターシリーズのトム・リドル役のオーディションに落ちてしまった過去がある。妻のハンナ・バグショーとは、レッドメインがイートン校在学中に同級生らと共にバグショーが通っていた近くの女子校のチャリティーファッションショーにモデルとして招かれた際に知り合い。 以来十数年にわたって友人関係であった。2012年に交際を始め、2014年12月にイングランドサマーセットで結婚した。2016年6月15日に第一子女児が誕生し、2018年3月10日には第二子男子が誕生した。ありがとうございます。